地獄の淵からよみがえった黒い呪術師アウドーラ・ザ・ブッチャーの入場であります。褐色の巨体が見えてまいりました。まさに血の色真紅のコスチュームであります。アブドーラ・ザ・ブッチャー、まさしく褐色とそして赤のコントラストが不気味に見えています。そして一方、この太鼓の勇壮なテーマに乗せまして、世界の荒わし坂口誠二がアブドーラ・ザ・ブッチャーを迎撃いたします。こちらは朱色のロングガウンで入ってまいりました。背中には荒わしが形作られています。さあ、パワーファイターが揃いました。リング上で相対峙しています。ブッチャーと坂口の一騎打ちであります。アブドーラ・ザ・ブッチャーがお得意の視線をこの坂口に浴びせかけております。黒い呪術師アブドーラ・ザ・ブッチャーです。一方、世界の荒わし坂口誠二です。櫻井さん、はい、まあ、この坂口とブッチャーもですね、はい、本当に日本マットで深い因縁がありますよね。そうですね、まあ、今日の一戦ね、ブッチャーもね、もう1994年という年はね、このアメリカマットでも日本マットでもね、はい、もう一つ飛躍しようという野望を持ってますからね。そうですね、ここはもうガンガン攻めてくるんじゃないですか。さあ、アブドーラ・ザ・ブッチャー、おお、早くも地獄突きであります。アブドーラ・ザ・ブッチャーの早くも地獄突き、そしてヘッドバット、坂口を追い込んでいく姿勢を走っている。さあ、ブッチャーの黒い呪縛、ブッチャーの黒い呪縛がまさしく坂口を金縛りにしてしまうでありましょうか。おお、ヘッドバットを強襲されましたね、はい、そうですね、はい、まずは先手必勝とばかりに黒い呪術師アブドーラ・ザ・ブッチャーの猛爆であります。坂口がちょっとたじろいだ、坂口がちょっとたじろいだ、狂気シューズで道路のあたりにキックを一戦浴びせておいて、そしてソルダークローに取ります。ソルダークロー、何か地獄の祈祷師が本当に肩のあたりに重くのしかかってですね、相手をこの呪縛してしまうかのような、はい、そんな動きにも似てますよね。そうですね、非常にあの動きが速かったですね、目に出るね、はい、最近のブッチャーというのはあれプエルトリコからね、フロリダ、アラバマというこういったところで試合後にやってましたね、非常に勝負早いんですよね。そうですね、この回シリーズで来ているダッセル・オレスなんかともね、ものすごいその試合をやってるんですが、いつもそのブッチャーがね、先制攻撃でロレスを流血させてるんですね、はい、今日はなんかこの坂口がね、かりすぎとちょっと地獄へその追い込まれそうな気がするんですかね。そうですね、はい、南部フロリダマットにおいてダスティーローです。今夜アントニオ猪木とぶつかります。ダスティーローですとシナマン祭構想を展開しております。日本上陸前のアブドーラ・ザ・ブッチャー、その寄せを勝ってやってまいりました。さあ、坂口が反撃を試みるか。すさまじい乱撃戦の様相、波乱含みの展開であります。坂口とブッチャーの因縁の構想、さあ、左の顔面、この褐色の顔面に肘をぶち込んでいきました坂口誠二。都会のアスファルト空間の一角に野生動物うごめく、ジャングルが突然と現れたかのようであります。漆黒の闇からこの黒い悪魔が獲物を狙っているかのようです。アブドーラ・ザ・ブッチャー、さあ、迎え撃つ坂口誠二。冷静にまずは手四つの体勢になるか、力比べか、その静寂を破ってアブドーラ・ザ・ブッチャーが今度は地獄好き、地獄好き喉元を、そして噛みつきに移行するか。さあ、接近する、アブドーラ・ザ・ブッチャーが接近する。ロープに詰めていく坂口誠二、まさしくこのアブドーラ・ザ・ブッチャーのリング上の動きを見ておりますと、リングにまさしくチミ毛量百鬼夜行が少量バッコしているといった感じでありますが、坂口のね、はい、このチョップの打ち方というのは、いわゆる柔道のあの手刀ですよね、手刀ですね、手刀、はい、やる気ありますね今日の坂口はね。あ、そうですね、十分その喧嘩ファイトで勝負してますよ。さあ、坂口誠二、新春マット、まさしく荒鷲が燃えている、荒鷲が大きく羽ばたかんとしております。羽を広げている坂口誠二、一方のブッチャーはどうか。ちょっとやはりあのブッチャーの耳のあたりから、はい、この手刀手刀によりまして、はい、出血が見られるようですね。そうですね、切れたんでしょうね、血が出ますね。しかしブッチャーの出血というのは、はい、まさしく手負いの血といいますか、まあ竹に狂う一つの要因、ね、血が潤滑油になると言われてますからね。逆にね、そのブッチャーをね、この高揚させてしまったわけですよね。ブッチャーをよりエキサイトさせて、
狂乱ファイトを呼び起こしてしまうといった、そういった危険信号にもなりかねません。ブッチャーの流血、しかし坂口はお構いなくブッチャーに対して思い切ったラフタップを見舞っていきました。しかしショルダータックル、巨漢の坂口が弾き飛ばされてしまいました。場外フェンスに追い込まれたヘッドバット、場外の狂乱ファイト、黒い狂乱ファイトはブッチャーお手の物であります。今シリーズ新進黄金シリーズ、バッドニュースアレンとの不気味な共闘、これが早くも話題になっております。アブドールザボッチャー、まさしく戦いの趣味猛烈、さっき野党アブドールザボッチャー、黒い自立しか坂口が追う。しかし坂口も冷静にリング内を伺う。坂口冷静に踏みとどまりましたね。そうですね、やはりあくまでもその場外乱闘を避けて、リング上で勝負しようとしている気構えが見えますね。なるほど、はい、さあ坂口が徹底した手形な攻撃、坂口が脳天攻撃であります。額のあたりに思い切って手形を落としておいて、そして鉄柱金具のあたりにぶち込んでいきます。さあ坂口誠二が攻勢だ、坂口攻勢だ。ブッチャーの額はご存知の通り、その戦い、ブッチャーの戦い模様の象徴であります。深いギザギザ、深い溝があります。その深い溝のあたりめがけて坂口誠二が、さあ血を呼べとばかりに思い切った攻撃を仕掛けていった。やはりブッチャーの額から一筋二筋の鮮血が流れ落ちる。さあブッチャーのまさしくそのレスリングコスチュームと同色の不気味な鮮血が見られています。このどこのポイントでね、フライングにインパクトを出すかですよね、はい、あ、なるほど、一連の18番パワーサップをどこで炸裂させるか、そうですね、はい、もう思い切ったその今喧嘩ファイトに行ってますからね、その辺が勝負のターニングポイントであるかもしれません。やはりブッチャー血が潤滑油となっている、従来の選手とは違いまして、己の出血、その血がレスリングファイトのその潤滑油になる、潤滑油になってしまうという恐るべき黒い自立式であります。パワフルファイトが炸裂する坂口とブッチャー、そしてそのパワーファイターといえば、シリーズの後半、本シリーズの後半になりますと、あの注目のハルク・コーガン、アイアン・マイク・シャープがやってまいります。櫻井さん、はい、まあ、ハルク・コーガンはもうご存知ですが、はい、まあ、ファンにとっては、まあ、アイアン・マイク・シャープ、はい、ちょっと馴染みがないかもしれませんが、はい、この選手はシャープ兄弟2世、はい、これは大変な選手だそうですね。これはもうね、日本のね、プロレスファンにとっては忘れられないそのね、マイク・シャープのジュニアですがね、もう非常に荒っぽいし、その技も切れるということでね、はい、大型ですしね、ちょっと、大きい、坂口藤波としての対戦として面白いと思いますね。あ、なるほど、はい、あの陸上団と死闘を展開した懐かしのレスラーシャープ兄弟のその2世であります、非常にカナダでね、アイアンマイクシャープが、はい、出している選手ですね、はい、そのアイアンマイクシャー、そしてハルク・コーガンがシリーズ後半にやってまいります。しかしこの開幕のチナマンサイパワフルファイト、ブッチャーと坂口の一戦、やはりラフファイト、狂乱ファイトの渦の中に巻き込まれてしまいました。さあブッチャーが流血しています。ブッチャーが額から流血している。今度は坂口の思い切った平手打ちであります。逆進兵に移行するか、地獄好き、ブッチャーの規制を発しての地獄好き。さあそしてカンフースタイルで身構えておいて、地獄好き、これは何か坂口も流血しているような感じですね。そうですね、ちょっとこちらからではね、分かりませんが、これはちょっと血みきが出ましたね、返り血を浴びているかもしれませんが、いや、ちょっと右のですね、はい、目の上のあたりから消えてるようですね、一人の血が見えてますね。このね、坂口君っていうのはね、本当に血管が太いんですよね、流血するともうものすごい血が出てるんですね、はい、坂口の負傷の程度がちょっと心配であります。心配ですね、坂口の負傷の程度がちょっと心配であります。さあブッチャーが坂口を追い込む。おっと椅子を持ち上げた、椅子を振り上げるか、ブッチャー椅子を振り上げるか。さあ坂口がボールを落としている、これは坂口流血してますね、はい、さあ今度は足を使う坂口、坂口が起死回生逆転。さあ坂口誠二の逆転劇、坂口誠二が怒る、坂口誠二が業を煮やしていたが、ついに犯人袋の王が決めたか、我慢の限界か坂口、椅子を奪う、椅子を奪った坂口、ね、さあ揉み合っている、場外フェンスの目の前で揉み合う。さあ椅子を天柱とばかりに振り上げる、黒い自立し退治、天柱とばかりに坂口誠二が椅子を振り上げている。地味毛量退治に乗り出した坂口でありますが、合わせて300キロのね、その第2混戦ですからね、しかしここで坂口にとりましては悲痛のゴング、はい、まあ、ブッチャーとしては何か買いますね、はい、この勝負を度外
死して、はい、徹底した己のファイトを敢行していった、はい、坂口は何としてもクリアして勝ちを収めたかった。そうですね、この辺違いがあったと思うんですが。そうですね、坂口にとっては悲痛のゴングですね。まあ、しかしあの場内でね、ピッチャーをダウンさせたというところでね、やはりあの今日のところはね、あのいいんじゃないですかね。やはりもう次の勝負ですね、はい、坂口がちょっと悔しそう。まだリング下でありますアブドーラザブッチャー、褐色の巨体に真っ赤な鮮血がほとばしり落ちております。非常に不気味であります。今シリーズアブドーラザブッチャーの動向、あの余らまくっておりますバッドニュースアレンとの共闘が早くもささやかれております。黒い共闘、これが非常に不気味であります。あるいはダスティーローですとのシナマン臭い構造も日本マットにそのまま持ち込まれたかのようであります。結局この試合は7分56秒、惜しくも両者リングアウトに終わってしまいました。この放送は東京後楽園ホールより実況中継でお届けしています。さてこの後は前田藤波新日正規軍対長州安維新軍の正面衝突であります。ここまではクレ工業とご覧の各社の提供でお送りしました。